みなさん EPG の講義へようこそ。私はバスアンビカです。日本語、日本文学を教えています。今日のモジュールは、鎌倉時代、室町時代2位です。軍記物語。では、早速、学習目的から始めます。 軍記物語の概念、その時代的な背景、描かれた内容を理解することです。中世文学における軍記物語の位置づけを知ることです。文学の代表的な軍記物語を学ぶことです。その中から太平記、平景物語の作品の 概要を理解します。軍記物語とは、日本古典文学では、太平記、平記物語が軍記物語の代表として知られています。軍記物語の名称が示すように、戦闘や戦争の中軸とした激しく動く時代、 社会に起こる動乱、もしくは騒乱が終わった時代、その社会の変化を記録した作品のことです。しかし、軍記という用語が中世文学でも使われていましたと言われています。しかし、 軍記物語というジャーナル名称自体が明治時代に用いられたと言われています。その以前の古典文学にはこのジャーナルは合戦場と呼ばれていました。軍記物語の最も古い要例は正門記であります。 36年、昌平6年に始まる関東の同後たちの騒乱を中心に描かれたものです。そして、平安後期の六ツは、東の国の武士が起こした反乱を語るものです。さらに、戦争や合戦、 を扱う物語として、混弱物語集における武士の行動を完結した説話も、長期の軍記物語として挙げられています。平安末期から鎌倉時代にかけて、方言の乱、平時の乱などの動乱が相次ぐ中、 武家の広報聖水つまり権力を握って繁盛したり権力を失い破滅したりする内容を扱う信用式の軍記物語が数多く生み出されてようになりました鎌倉正樹の方言物語 平時物語、ついで、平家物語、が登場し、続いて、太平記、また、儀景記、草画物語が作られていました。このモジュールでは、中世文学における、軍記物語、特にその中の一つである、 大平記、平家物語について学び、軍記物語ジャーナーの特徴を把握しようとします。軍記物語の種類、軍記物語には2種類の書き方があります。第1は、動乱の家中にあって、それを描くあり方です。第2は、 外から動乱を鎮定する者の側から描くあり方です。前者は動乱の原因を探り、その戦争の中心人物やその周りの軍用の行動を描写し、その悲劇的な結末まで語ります。作者はその経過を執筆することにより、 英雄たちの霊魂の救済を求めます。その要例は、弔問記、方言物語、平時物語、平家物語、太平記、義形記、草画物語などがあります。これらはいずれもその作者を特定することが困難です。 その上、成立された後も、美ワ法師や物語層により、広く語られ続けたので、複数のテキストが存在するようになり、その物語としての構成や劇的性格を濃くなっていました。また、 その数字道は中世後代の脳や高若舞の曲をはじめ近世の女流や歌舞伎などの演劇その他の物語小説にも商材を提供したのです一方校舎の動乱を鎮定する側から捉えたものは その水筒群の対象を賛美しつつ、水筒の経過を記録するものです。六脇、大江駆柿つき、名筒機、大港機などがその要例です。これらのほとんどが室町時代に書かれ、 その名称、木が示すように物語というよりは記録として性格が濃厚です。その中では、動乱、戦闘の経過を記録するともに、戦乱を反対する作者の思いや戦死した人に対する 鎮魂の思いを込めたものもたくさんあります。しかし、文学性の好ものとして、平家物語や太平記が大変好まれ、いずれも南北朝記よりは前の作品です。以下、その2つの軍記物語を詳しく説明していきます。 平家,物語平家物語とは平安末期から鎌倉にかけて源平騒乱を描いた軍旗物語です。和漢根古文体、常的な七五首長の演説文と記録体を含む三文が用いられています。 作者、成立は不明ですが、吉田金子が、それぞれ草の226段には、トンゼイモノの信濃の戦時、行長が、あずまの国の武士の生態にも、詳しい盲人小物の協力を得て、 平家物語を作り彼らに語らせたとのことです。その後、琵琶法師が小物の閉局を伝えていましたと言われています。次は、平家物語の冒頭であり、上昇から作品の中心となる助手、無道の無情感を 現しています。祇園奨者の鐘の声、商業無常の響きあり、さらそうジューの花の色、乗車必須のことわりを表す。おごれるものもひさからず、ただ春の夜の夢のごとし、竹物も 水には滅ぶの肩に風の前の地理に同じ説明文を読みます。祇園小者の無常館の鐘の音は万物流天いろんな聖人たちの書物の教えを響かせます。釈迦入滅の時に白色の変じた 皿の花の色は、その白い色は、少女も必ず滅びるという理法を示します。牽制を誇る者も成長を続かないことは、全く風の前の地理の同じです。平型物語は12巻からなります。 前半部、巻1から6までは、平家一門の交流と営が盛んになっている時期、それに反発する反平家勢力の策庫などについて語られています。後半部、巻7から巻12まで、 現時制の進行と源平合戦そして平家の滅亡を内容としています。平家を受け継いだ大将大臣京盛は大きな失脚によって権勢を掌握したがその権力に酔っ払い 悪行の限りを尽くすようになりました。そうした平家は人々の反発を招き、その反感ややがて平家打倒の陰謀として結集されていきます。源頼政の決起による小国の源氏の強兵士 源義仲の進撃に病弱した京盛と平家一門は都を捨てて西海へ逃げます。だが、しかし源義仲が源義常に破られ平家は一の谷 屋島で大敗を面します。最後は段の内で滅亡してしまいます。一方この物語は、義与、義女や皇后などの女性の哀れ話を、陰性になった県令門院徳氏の心情など、 将棋を無常という言葉が表しています。物語の後半は仏教的な無常観を基礎にし合戦場面の緊張が盛り込まれそれに大切な死別離などの話が書かれています。このような話は 暴れぬ文学として高く評価されています。牧六五合とは五合という帝の夫から分けさせられた女房の愛称を語る話です。ここはこの段の一部の現代訳を紹介します。亀山のあたり近く。 松の一群が立っていました。その方でかすかにことの音が聞こえてきました。峰の吹き渡る嵐の音が、松風の音か、それとも尋ねる皇后という人の弾くことの音であろうか、おぼつかなくは思っていました。馬も急がせいくうちに、 片折りとの家の中で誰かがことを中をすまわして弾いておられました。馬を引き止めてこのことの音を聞いたところ少しも紛れようもない皇后殿のことの音である。楽曲は何かと耳に傾けると 夫の思っている恋を読めていました。祖父恋という楽でした。やはり、皇后殿は、帝のおことを思い出す楽曲が多いです。皇后は、中納言、藤原、重則の娘で、高倉天皇の長愛を受けたため、平清盛に、 憎まれて佐賀の身を隠すが直面を受けた源中国によって乱されて戻,し戻り天皇との間に乗り越えない神脳を設けます。そのため京森にまにされて追放されていました。そして皇后が 亀山付近に議長になり、夫を恋しくしたい、このことを引き、愛性を慰むという場面です。次は太平記です。太平記は原稿の乱、南北朝の内乱を中心に描かれた作品です。平景の中軸になる 無助観を対比すれば、これは一家、大名、武士などを束縛する時代層、その塾教的な道徳観、理想する仏教の因果論を強調しています。構成は四十貫からなります。 作者の一人は小島法師であります。南北朝時代から数回にわたって書きすがり、1370年代に現在の形になっています。北条高時の失敗、五代後天皇の北条氏を討伐計画から始まり、建武神聖の 関西と崩壊、足利高氏の模範を経て南北領朝の対立に至る五十数年間の動乱を描くものです。まサみち戦争への批判が厳しく、和漢根拠文体が用いられています。 特に水空を生かした七号町の道行き文は有名です。これは後の女流や語り物の演目にも創作技技,技術として発達していきます。次は無情感を強調する第二年元 アーソン、再び、関東下校のことの段を紹介します。雪のような落下を踏む、刀のの春の桜狩りや、紅葉の西金を身に透けて、帰る風山の夕暮れなどに、一晩を明かすのでさえ、 旅にを栽培ものなのに、まして情愛のちぎり、深いふるさとの再祀を、先のこともわからず残し、長年住み慣れた平安京の地を、これを限りと振り返り、思いかけぬ旅に出発なさる。 その心の中は哀れです。心のうさを止めぬ大阪の関の隅々に袖を濡らし山地をたどって内で浜沖を遠くまで見渡せば琵琶湖に船の浮,浮き沈むが見えます。馬も足音高く踏み鳴らし 勢い、多くの長橋を渡り、往来する人と、会いつつ、大う弥に入ります。胸ののになくするも、こうを思っているのか、と、哀れです。鎌倉時代末期の、阿蘇後、大醐天皇に仕えた、日の年元は、 1000年は鎌倉幕府に対する倒幕計画に参加し、成中の変1 3 2 4年に捉えられて、幕府によって起訴されたが、一旦は証拠不十分として釈放されたものの、現行の乱1331年 の時再びつかまれられた関東に送られるようになりました。彼は宿命が途中で殺されるか、鎌倉で斬られるかの、のどちらか一つと決心していました。この道行き中では彼のその思いを語り、 自然と人生における無情を描くものです。そしてこの段はアメヤの歌とも知られ山田流走曲、おっかなどの演曲の題材になっています。このように太平記は中世の戦争、その平化、その結末を描き 死刑が当たられた兵士たちが後に残される祭祀への思い、戦争の悲劇を語り、戦争を批判するものとして評価されています。さらに、この二つの軍記物語は、中世、近世文学に限らず、現代文学へも深く影響を及ぼした のです最後に以上述べたものから軍記物語の特徴をまとめます。まず軍記物語は戦争合戦に関する体験見聞伝承を語る文学です。全体をいわゆる和漢根古文体に思って説話風に展開しています。 動乱の原因、戦闘、口実談の三部からなっています。動乱の描くのに、その価値にあって描くもの、また外からこれを鎮定するものの側から描くあり方があります。仏教思想から儒教倫理との絡み合いを表します。 特に無常観が助手となっています。これはまた哀れぬ文学です。死別された祭祀などへの愛称を語られています。中世、近世、広代の文学の題材となっています。以上です。ありがとうございました。